さあ、ということで、こんばんは。はい、ついにこの動画がやってきてまいりました。実はね、前回ね、サイレントの一気見の動画を僕たちで動画公開させていただいたところ、非常に大好評だったということで、まあコメントにもね、もう次もちょっとやってほしいというご意見が殺到しましたので、今ね、サイレントさんが8、9話お動画があるということで、もう最終回もね、再来週かな、あ、もう再来週なの、はい、あるということで、もう本当にギリギリなわけですよ。なのでここでまた最終回に向けて僕らのね、サイレント熱を高めていこうっていう。なるほど、はい、ぜひね、皆さんもね、見ている方は、あ、ここ確かにって思っていただいたりとかね、まだ見てない方は僕らのリアクション見ていただいて、見てみようって思えるような動画にしたいなと思っておりますので、はい、早速見ていきたいなと思います。で、前回はあれだよね、みなとくんとちゃんとお別れをして、うん、向き合って終わったんだよね、つむぎとトウが、うん、ああ最後こう正面を向いて、かぐちはるさんが終わったということで、うん、そうだね、はい、で、それで春尾先生と久しぶりだよね。そうです、それですよ。そうだよね、そうですよ、出てきちゃったから、はい、8話が春尾さんの回なんじゃないかというところで今止まってるわけです、はい、僕たちは。僕たちね。うん。僕たちはね。あら、あなたなんか、抜け駆けして見ていたそうで。もう、ちょっと耐えられません。もう、ちょっと見たさすぎて。好きやん。9話見てません。そうね。なんで今回は、まあ一応8、9見させていただいて、感想とかをちょっとお伝えしてね、サイレントの思いを、はい、語っていきたいなと思います。それでは早速、行きましょう。よいしょ。すごいね、話題の人のトップに川口春奈出てきて、そうだね、うん、山田裕貴似てると評判の山田裕貴出てますよ。じゃあ行きましょうか、行きましょうか。じゃあ8話行きます、お願いします。いいの、この明るさ、これでいいんだっけ。いいですね。ちょっと女の子の匂い嗅がないか。雰囲気出してくんな、ゴーストよみたい。そうだよ、このままだとガーリックのニンニクの匂いしかしてこないから。さあ、それでは8話見ましょう。伝わらない、一緒にいたくているだけなのに、だそうです。かわいい、川口春奈かわいい。やばい。じゃあね、お母さん別に関係ないもん。めっちゃいいお母さん。やばい。ダメ。私の子もあり得るってことだよね。ずっと？ずっと。おお。荒れてんじゃねえのかよ。おーい、蜂や、ちょっと、あれ、電気、春尾さんといいお母さんといい。何を、あー、ということで、ありがとうございました。蜂は終わりましたけど、どうでした。相変わらず感動するね。春菜のママ。もう泣かせるよ、それは。いいママなんだよな。いいお母さんだったね。言葉が染みすぎたわ。素晴らしいお母さんです。関係あるのっていう、耳が聞こえても聞こえなくても関係ないでしょ。あれはちょっといい言葉だったな。ちょっと感動しちゃったな。なんか8話名言いっぱいあったな。うん、8話多いぞ。しかしでもいい弟だったな。そうね、好きな人して好きな人呼びなよってね、うん、最初はだってみなとくん応援してたでしょ。そうね、確かに。みんなこう、つむぎ家はいい家族だ、応援してくれて。あとあれじゃん、バックのとこつながったやん。そうだね、奈々ちゃんのね、そう、思いを寄せてた人にやってもらったのを、あそこからつながったんだね。そうくんにやってもらうっていう、あそこがつながったね。でも俺が本当にもう初っ端でグッときたのは、最初にハローさんが奈々ちゃんのことをモモさん、ああそうね、だから3話4話でさ、もうハローさんはさ、みなとくんに対してもその聞こえるわけないじゃんくらいに言ってるわけじゃん。そうね、分かってるけどモモさんっていうね、
校行ってしまったのか、あの切なさ。だから大学時代は繋がってたから、気合で振り向いてくれたのを今はどうなのかなっていう。そうかもしんないよね。だから春尾さんはちょっと未練あるのかな、大野さんに対して。本当は言えない、これすげえ詰まってましたね。いや、よかったな。ただプリン出すぎちゃう。そう、どんだけ高崎プリン出てくんだ。どのシーンでもプリン食ってる。あとはまあ、そうくんの実家がでかいこと、でかいこと、でかい、超でかかった。最後の引きのだから次の9話はね、家族との、ちょっとやばいですね。そうくんが帰らなかった理由みたいなのが出んのかな、やっぱり今まで帰んなかった。そうか、家族ネタはもう嫌だよ。ここは来ますね、恐ろしいですよ。じゃあ注ぎますか。そう、やばったな。行きましょうか、9話。はい、ちょっと準備していいですか。だって2回見た8話でしたら結構危なかったからね、シンプルに。ねえ、これ9最終話でええんちゃうね。最終話見てる気分だったけど。でも最後の川口春奈バリ可愛かったんやけど、なんかさ、もうなんか制作人たちもなんかこれやらせよみたいな、なんかその可愛さがもうさもうやっぱ染みに染みてんじゃん、みんな。だってもうずっとって言った時手触ったじゃん、その時の、つむぎの顔がもうなんかちょっとキュッとした感じの顔がめっちゃ可愛かったな。俺キスするんじゃないかと思ったよ、最後。でもそこも見どころであるよな。そうね、果たしてこのサイレントにするのかという、キスシーンがあるのかっていう、結ばれるのかだよね。そういうのってあるのかっていうのが気になりますね。家族の中戻りましたよ。そうですね、もうこれが何よりだよ。最初聞こえなくなる瞬間がヤバかったね、あのもう見え聞こえないっていう。そうだよね、これはちょっと良くないよねっていうね。ああいう時にやっぱお父さんが強いよね。そうだね、何も言わなくても。そうだね、男同士。なんかお姉ちゃんがさ、うん、お子さんを心配する気持ちをさ、母親はこうもどかしいというか、涼子さんはで気にしないよと言いつつも、でももし自分の家族もしくは自分がなっちゃったら、本当は嫌だよっていうこの葛藤だよね。最後なんかね、わだかまりもなくなって対話したところもすごい良かったな。最後も3人が部屋で盛り上がってて、お母さんが米つぶってあのキャッキャうるさいのを感じてるシーン良かったなって上に上げて、すごいいいね。最終回見てる気分でした。いや、ね、本当に本当だよかった。あと2話まだ、だってまだ次離れちゃうみたいなね、予告だったから。そうだね、見物ですね。ちょっと次は見物ですね。心が苦しまっちゃうかもね。じゃあ締めたろ。おっす。いやいやー、よかったー、マジで。さあ、ということで9話まで見終わりましたけど、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。了解されてます。いや、マジでー苦しい、この感情。サイレントロスになっちゃうんじゃない。ロスあるよこれ。はい、ということで、まあ、9話まで見終わりましたけど、よかったですね。まあ、僕たちのね、今回の感想だったりとか、なんか感情とかを見ていただいて、まあね、もう見てる方はね、一緒に分かるって思っていただいたりだとか、まだ見てない方は僕らの感情を見てね、ぜひ見ていただければと思いますので、今回2話だけだったんですけども、好評だったらまた最終話までやりたいなと思いますので、やだなー、でも最終話3人で見るの3人で見てね、ゆっくりなんでそれまでお預けでございますので、はい、ということで、まあ、今回ね、ぜひ僕たち動画見てくださった、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、僕たちね、本当にいろんな動画を通していろんなチャレンジをしておりますので、まあ、ぜひね、ちょっと気になった方は僕らの過去の動画も見ていただければなと思います。お願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。
はい。